こんにちは、スイッチマンです。第2次スパロボアルファ、しばりプレイやっていくよ。前回はデビルジャガーを、涙やいろんな汁でびしょびしょにしてやりました。今回は、ククルとの因縁を、締めくくる回となります。なんかエッチな感じのするククルが、これで最後になるのは残念です。では、インターミッションでは各マジンガーとゲッター、あとはダイモスの武器を改造します。あとは資金もないので、特に何もしません。それでは始めていきます。
それではスタートです。今回は大した敵もいないので、とにかく4ターン以内に敵を始末します。ちなみに、このステージクリアまでに5の撃墜数が80以上だと、試作2号機入手のフラグを満たせます。レートマジンガーの力を見せてやる。イサコア、サンダーピーク。うわどんどん落としていきます。俺のポセイドンで行くぜ。結構最高。ダメだ。機体を破棄する。初期配置の敵を全滅させるとククルがゼンガーに勝負を挑んできます。コメントでもいただいたんですが、ククルってなんだかエッチな感じしませんか？和服だからなのか、メイクがそう見せるのか。ゾッ、ダイモス！ファイブシューター！爆発！和服の女って素敵やん。そしてなんかエロいやん。戦場で和服ってなんか素敵やん。ここは僕に任せてもらおう。爆雷効果！行く、ジオ！ククル悪く思うなよ。これでどうだ。うわあ！もうククルにねじ込めない。わらあきゃよしやがれ。ウスコハリケーン。だ、出しくー。クリオスに陥りそうです。行くぞみんな！フラッシュのファイヤー！貴様！意外と敵受精パイロットって少ないですね。ドリルがうずいてしゃあないです。我はゼンガーゾンドル、核を断つ剣なり。押し捨て、参る。参観党
大攻撃。被害状況の報告急げ。連邦ども覚悟しろ。この俺に当てたか。ゴルディオンハンマー発動承認。了解、ゴルディオンハンマーセーフティーディバイスリリーフ。まかれきた、ゴルディオンハンマー。えい、まへい、光になれ。ガイキングの力見せてやる。行くぜ、一斉攻撃だ。フェイスオープン、アブショックライ。デスパー隊ガイキングミサイル。デスファイヤー。ダスト。どうでもいいことばっかり言ってたら残り1小隊になってました。ピートで削ってコンバサラーでとどめといきます。大空丸、スタンバイ OK。 ギープ、ダイヤントカッターを使うんだ。安全装置回避、ダイヤントカッターセットアップ。支配、ダイヤントカッター。味方機を呼び戻せ。対空機銃、敵機を近づけるな。大空走行に来た、損傷警備。さすが大空マリオ、ダメージありません。ブリーチング艦、被害状況の報告急げ。うぜ、コントラブイ、みんな一気に行くぜ。総員退避。よし、終わったか。待ってたよ、ククル。私の前を見た者には死あるのみ。まかれる者たちとして行くがいい。どうしたククル、
それがお前の力か。最後なので全力でいきます。武士走行剣山届け運用の速さまで。はぁぁチェスト。何、マガルガを捕らえたなど。この地にそなたの命を刻み込んでやる。ちびきの岩はすぐそこだ。リク様、タル様、貴様に俺と戦う資格はない。そなたも行くがいい。仲間たちがいる黄泉の国へ。ちびきの岩はすぐそこだ。リク様、タル様、タマトマル様、フェルベ、ゆらゆらのフェルベ。フェル、俺を倒すにはまだ足りんぞ。黄泉寺への案内つかませる。越えろ、大戦が。我に勝てぬものなし。
ってしまいました。欲しい人物を失いました。あの魚は許すわけにはいきません。ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。